やっぱこれだけ長くずっと栄えてるっていうか、入ってる会社も大きな会社で、そんなにその派手に展開はしないんだけど、これだけ安定感があるチェーンっていうのは珍しいな。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回はホワイトインカフェの佐藤さんと伊藤さんとですね、久しぶりにちょっとびっくりドンキーネタを、これはですね過去何回か僕が取り上げてるんですけど、一番おすすめできるフランチャイズって何ですかっていうふうに言われたら、なんて答えてますかっていう質問に対して、僕はびっくりドンキーとずっと答えてたんですよ。それ聞いたことあります、うん、これは本当にそう思ってるし、今でもそう思ってて、何点かすごいと思ってるところがあるんだけど、今回ねたまたまね売上がついに400億を超えましたね、428億、一気に伸びてるね。これだけ長く安定してやれてるチェーンっていうのも珍しいよ。だって他のファミレスとかって変わっていくじゃん、どんどん。はいはいはい。クリドンキも店舗数ずっと右肩上がりなんだ。そんなに増えるわけじゃないんで、だから増やそうとも思ってないんで、うん、やってる人たちがちょっとずつで、物件も厳しいんで、はい、今だから直営が130、FC が212だね。ちょうど340ぐらい。そうだね、はい、だから1号店は1980年だからね。そっから外装でこう目立ってハンバーグのメニューでやってきてて、でもじゃあメニューがずっと同じかって言ったらやっぱ結構工夫があって、僕オーナー会にも一度行かせてもらったことあるんだけど、北海道苫小牧の方なんだけど、オーナー会の雰囲気もむちゃくちゃいいんだよね。で本部に対する求心力っていうか、それは先代の社長で亡くなって今息子さんがついたんだけど、息子さんがついてブレるかって言うとそうでもないわ。みんな本部の商品開発に期待してるし信用してるって。で実際にいろんなブームがある中でもびっくりドンキーブームがあったかっていうと、それはないかもしれないけど安定してる。僕は大学まで知らなかったんですよ。で地元あります？地元にはないっす。ないっすよね、はい、いや僕もだから僕結構好きなんですけど、うんうん、調べたら新潟は新潟市にしかなくて、なるほど、長岡とかの方なかったんで知らなかったんですよ、ね、で大学で大阪に行って、うん、彼女とのデートで行った、うん、ちょっと思い出があるんで。なるほど、ね、ビールもね結構ちゃんとしてる。あ、ちゃんとしてますよ、ね、クラフトビールがあって、はい、イカのなんかがあったよね、こうなんかゲソ揚げみたいな。そう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 でもやっぱハンバーグは美味しいでしょ、はい、あれもやっぱこだわりがあって冷凍してないんだよね、うん、工場から前日に作ったものをその日に届けるんで、だから美味しいんですよ、はいはい、北海道本社なんですね。そうで名前がアレフっていう、はいはいはい、ちょっとこれがだからその時に結構話題にはなる。でもそれでも買えないから、ね、オーナー会に出た時に宗教っぽくそのぐらい本部の方をオーナーがね支持してたのは、やっぱこれだけ長くずと栄えてるっていうか、入ってる会社も大きな会社で、そんなにその派手に展開はしないんだけど、これだけ安定感のあるチェーンっていうのは珍しいな。だからよく比較で言うのは、僕はモスバーガーっていうのも大変素晴らしいチェーンなんだけど、うん、いい時悪い時があるわけよ、うん、オーナーの反乱があった時期なんかも結構あるわけないんだよね。なんでなんだ。だからやっぱり安定して売り上げが、であと本部の商品開発とかもきちんとしてて、やっぱ季節物とかが売れたりとか、そこだろうね。競合他社っているんですか。いやだからないよね。近いものがあるってあるけど、福吉ですか。福吉あれは競合にはなんないし、例えばハングリータイガーとかこっちだったら、神奈川とかだったらハンバーグとステーキみたいな店あるけど、なんかハンバーグはハンバーグでもなんか全然違いますよね。そうなんだよね、ビッグドームのハンバーグって。だからそこはこだわってる。これでも美味しいと思うもん。はいはいはい。たまにね、ワンプレートに乗せて、はい、あれだけパクる店とかはあるんだよ、うん、でもやっぱりうまくないからうまくいかない、うん、はいはい、1号店が80年なんだから、これだけ経ってて立地が悪いからパッと出てここはすぐ撤退なんてもう見たことねえし、うん、逆にこの時期50店舗出たなんてこともないんだよね、うんうん、だから別に店をたくさん作ろうと思ってるわけじゃないと思うんだけど、何よりここは僕は本当にその本部と加盟店の関係ね、本部の求心力っていうのはすごいなと思ってるチェーンで、まあ、400億超えてこれからもずっとこのままいくと思うね。あとはだから新業態を期待してるんですけど、ちょっと出すけどそこまでこのババッと増やそうとかないみたいな。でもすごいですよね、単純にね1店舗あったり1億超えてるってことですもんね。そうだよね、すごいっすよ。このびっくりドンキー流行ってねえなみたいなのないからね。いやだいたい並びますからね、うん、はい、すごいなと思うよね、うん、ということで本部の学校は来てくれないですかね。この関係性の作り方っていうのはね、もちろんそれは創業者の
方っていうのがその人間的に素晴らしかった、うん、それを救われてる息子さんも素晴らしい方なんだと思うけど、うん、これ難しいと思っちゃう、うん、だってマクドナルドだってすごいあるわけじゃん。そうですね、はいはい、そういうことがないすごいチェーンだなというふうに思っております。売上が上がってもうこれはもう500億もすぐ行くんじゃないですかね、うん、ということで今回はびっくりドンキについて、はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで